皆さんこんにちは、バチャンネルです。今日はちょっとまた新しい、試みでですね、GoPro Hero 5のセッションで車載動画します。いわゆる POV ですね、ポイントオブビューで撮っております。私バンチャンネルの視点を、皆さんに楽しんでいただいております。でもう最近のねバンチャンネルなんですけど、まあ、ずっと1月4日からの長野スキー体験をですね、まあ、特にあの車載動画メインで楽しんでいただいております。で、まあ、あの、長野のね車載動画どうやって撮影してたんだってちょっと気になってる方もいるみたいなんですけど、まあ、あの何回もねあの国道423ドライブとかでご覧いただいてるみたいんですね。ここのちょっと今ないんですけど、ここのあの多分映ってると思いますけど、フロントガラスのですね内側に GoPro の吸盤マウント取り付けてですね、でまあそこにですねカメラを、ルミックス G8 っていうミラーレス一眼カメラなんですけど、それをですね上下逆さまに、設置して、でそれで皆さんに車載動画ご覧いただいておりました。で今日はまたそれとは全然違ってですね、あの実際にスキー滑った時に使ってたカメラなんですけど、その、GoPro Hero 5のセッションっていうねキューブタイプのサイコロタイプの小型アクションカムがあるんですけど、それをですね今あのこれもあのスキーで使ってたんですけど、あの冬用のつば付きのねあの帽子があるんですけど、その帽子の先にあのクイックなんだったかな、クイックなんとかっていうねあの帽子のつばにですねペッと取り付けられるマウントがあるんですけど、 GoPro 用のマウントね、でそこの先にセッションを取り付けて撮影してます。なんでもうほぼ私バンチャンネルの、運転してる視点をですね皆さんにこれで楽しんでいただけるっていうことになっております。だから多分あのタコメーターとかあとはスピードメーターとかもう全部表示されてると思うんですけど、まあ、もしねこれがねあの好評いただけるようだったらね、またこの GoPro セッションでのですねドライブ動画もご覧いただこうかなというね、まあ、そういうことですね今日ちょっと撮影しております。でまあいろいろ最近のバンチャンネルの様子とかね、他のバンメシチャンネルとか鉄の細道とかの様子も喋っていきたいんですけど、はいはい、てな感じでですねまたドライブがスタートいたしました。でいかがですかこの車載動画。 G8 逆さ釣りの時の方が多分カメラとしてはね綺麗に映るんで前方の様子がよくご覧いただいたと思うんですけど、これ行かれへんか、あ無理か。なんかこっちの多分ね車載動画の方がめっちゃ臨場感あると思うんですよ。なんでどうだろうね、まあまああの一長一短なんですよね。 G8 の逆さ釣りの GoPro の車載動画も結局どっちもいいとこ撮りができないんですけど、はい。で、まあ、バンチャンネルはまあさっき言ったように長野のスキーとあとは長野市内のドライブの動画を、まあ、ここずっと最近楽しんでいただいております。もうそろそろね、ネタも切れる頃なんで、また違った趣向のね動画もこれから配信していきますけど、まあちょっと、まあ、といってもまだ何をするかあんま決まってないんですけどね、はい。であとねあのちょっと伸び悩んでるのがねあの鉄道動画ですね、鉄の細道チャンネルですね。まあ私テピとタブさん2人で運営してる動画なんですけど、あチャンネルなんですけど、こちらがねなかなか外への取材がちょっと今ねいろんな事情でできてないんで、あの新しいネタがね仕入れられておりませんので、週1回更新、まあ、基本的には金曜の夜とか土曜とかね週1回更新してたんですけど、そっちの方も今は、少し、更新できてない。もう多分1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月近く多分更新できてないと思うんで、はい。まあ、これもあの早くね外に取材に行けるようにちょっとなってほしいなと思っております。で相変わらず好評なんかな、なんがね、なって言ったらですね、晩飯チャンネルですね、料理チャンネルなんですけど、まあ、最近ね、まあ、メインで料理やってくれてた、
私の母のよっちゃんが少しちょっと病み上がりということでですね、まあ、回復するまで私テペがメインを張らせていただいてるんですけど、あっちの方のチャンネルがね、まあ、11月後半から12月終わりぐらいまでかなり好調で、月間の登録者数700人ぐらい、600何人ぐらいに増えた時もありまして、ちょっと最近それが落ち着いて、まあ、大体今半分ぐらいになっております。まあ、月間28日間で350から300ぐらいの感じで推移してるんですけど、無事ですね、昨年末に登録者7000人超えまして、あ、昨年末やったかな、そうだね、と超えまして、まあ、今年中にね、登録者1万人いけるような、ちょっと予感がしております。まあ、他はスイスの相方チャンネルね、これも最近ほんま全然更新してなかったんですけど、なぜかね、1日1人ってわけじゃないんですけど、結構新しい動画が配信できてない割にはですね、登録者も増えておりまして、まあこれも嬉しい誤算でございます。はい、まあ、てなのが今、まあ、実際にアクティブに動いてる、4つの YouTube チャンネルのですね、まあ、現状と報告でございます。さあ、もうそろそろ謝罪動画も終了でございます。ちょっとこれ右っとこか。はい、ちなみにこれ今右に見えてるのが R423 清水道水ですね、国道423号線で、今この辺りが箕面とか豊中の辺りなんですけど、向こう、南に行きますと大阪市内ですね、梅田の方に行くというね、まあ、そういう道路でございます。いつも、バンチャンネルの謝罪動画でねご覧いただいている、まあ、国道423の速度を今ね走っております。制限速度40キロでそれを守って、今もアクセルから足を離してます。で、目の前に見えるのが千住町のタワーマンションですね、50階建てのビルで、まあ、この辺りで車載動画終了なんですけど、今ね北大阪急行線の延伸工事で千日を出たすぐのところね大工事やっておりまして、もうこの辺りね、もう車線規制がもう常に行われてるんで、昨日と全然違うっていうね感じ。ここもともと3車線でね、真ん中が直進で右が右折で、左が左折専用っていう道なんですけど、それが、はい、本当に変則的に今もう日々ここになかった車線ができてるとか、向こうの車線が消えてるとかね、そういうことになっております。新千里東町1丁目交差点で、角のエネオスの、ガソリンがですね、レギュラー138円、ハイオク149円で、で軽油かな118円となっております。まあ、ここの交差点もね非常に交通量多いんでね、いつも注意して左折しております。外がプラス、3.0 度ですね。うん、で、まあ、右の方に見えてるのが、国道423ですね、高架道路なんですけど、で、画面の真ん中に見えてるのが、2つ目の千日王のタワーマンションですね。もう最近千日王もタワーマンションブームでですね、非常に背の高い、マンションがいっぱいできております。まあ、個人的にはねあんまりタワーマン好きじゃないんですけど、まあまあしょうがないでしょうね。はい、ちなみにね今ねその GoPro をまあ、帽子のつばにつけてるって言ったんですけど、結構ねやっぱ周りから目立つみたいで、いろんな人がね僕の撮影状況というか後ろの人待ちの車とかがね、よう見てくれます。はい、というわけでね、以上をもちまして、まあ、久しぶりの、謝罪動画で、ちょっと今回は GoPro Hero 5セッションの、まあ、本当にバンチャンネルの POV 動画ポイントオブビューですね、ドライバー視点を、よりリアルに体験していただきました。この動画皆さんの何かの役に立てば幸いです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回もチャンネル動画視聴よろしくお願いします。良い一日を、そして良いドライブライフを。登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。安全運転です。さよなら。